8月1日。ほら、いつまで寝てるんだ。さっさと起きろよ。おっと、この声は。うん、もう少し寝させて。本当に寝させていいんだ。後悔しても知らねえぞ。え、この声、まさか、まあ、私っていう可能性もワンチャンあるけど。うわ。やっと起きたか。この音さ、掛け布団バッサー取ったよね。え、女子の布団そこまでする？すごいな、若し。やるじゃねえか。俺だったらそこまでできねえわ。日吉くん、どうして日吉くんが、その、さっき外で勝手に女子の部屋に潜り込んで、お前を起こしてくれってな。辻ちゃん、ありがとう。ちょ、彩香、いきなりすぎ。でもありがとう。もうじき朝食の時間だ。外で待っててやるから、早く来いよ。あの、日吉くん。なんだ？起こしてくれてありがとう。もう寝てる格好によってはもうことだよ。これはもう3とか4ぐらい上がらないとおかしい。え、 1？ マジか。じゃあ大した格好しなかったんだな。今日のスケジュールだが、全体的にメンバーに疲れが見える。ほう。そこで今日は探索作業は中止し、あら。食料などの調達だけ。そういえばそんな話だったっけ。探索をしない？ああ、午前中もあまり無理をせず、休めるものは休んでおくように。先手を打ってきたぜ。先生方のことはどうするんだ。確かに先生方を探すことは重要だが、だからといって無理をして危険が増すような。ダメだ、手塚が言うと何でもそれっぽく見える。無理に先生方を見つけようとして怪我をしてしまっては意味がない。まあそうなんだけどと言わざるを得ない。まあそうだな。すごいな手塚、本当に。俺としちゃ昨日桐原が見つけた洋館のことが気になるっすね。黙っとけ。やめておけ。今は体を休めるのが先決だ。余計なこと口走りやがって。了解っす。おお、よし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 、セーフ。よ、あんたんとこの部長なんか変じゃね。はあ、妙に洋館を意識しているように思える。ああ、何か隠してんじゃないの、あの人。今は余計な波風を立てないように。計画が漏れては台無しですよ。そうですよ、いつも通りボソボソ喋ってればいいんですよ。では今朝のミーティングは以上だ。解散。解散。さてさて、おい、おっとおっと、なんだ。あ、日吉くん。何？お前にいいもの見せてやる。なんぞや。え、いいものって？なんだ、ソロ版か。全然興味ないけど。10時に広場に来い。そうすりゃわかる。じゃあな。ほう。あ、いいものって一体なんだろう。キュンキュンしてる。おい、出た。え、なんか日吉だけごっそり持ってくじゃん、行動ポイント。やったぜ日吉くん。来たな。うん、それでいいものってついてこい。え、うん。日吉くん、どこに行くの？そいつはついてからのお楽しみだ。ほう。もしかして遠いの？心配するな、1時間もかからない。結構遠いな、山道1時間って。文句があるなら帰っていいぜ。言われちった。仕方ない、帰るか。うん、この島に来て今日で5日目だな。そうだね。いろいろあったが少しは慣れてきたか。おお、ここで2択。うん、結構慣れたかな。多分こっちの方がいいでしょうと思ったけどね。毎日みんなの手伝いをするのも楽しいし、みんなも助けてくれるし。あれ、なんだか日吉くん機嫌悪い。なんで？別に俺が何もしなくてもみんなが助けてくれるんだろ。そう取るか。焼いてんじゃないですか。
もう扱いにくいな。お、清楚な人。あのね、なんだよ口ごもって。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。よし君の好みのタイプって清楚な人って聞いたんだけど本当？なんだなんでお前がそんなことを気にするんだ。まあ言いにくいわな、好きな人の前で好きなタイプの話なんかな。だってね、私って清楚なイメージないし。ある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 めちゃくちゃあるわ。何言ってんだよ、お前は十分。ああそうだよ、若志の言う通りだぞ。え？いや、なんでもねえまあまあまあ、変なの。いや分かってて言ってるな、この若子も。多分これ分かってて言ってるパターンあるぞこれ。お前の名前なんだから。ほう。え、私の名前がどうかした？え、日吉若子という名前について今更触れてくる？たった今から。俺はお前を名字じゃなくて名前で呼ぶことに決めた。出た。どうして？理由が必要なのかよ。まあちょっと聞いてみたいっちゃ聞いてみたいけどね。てかそうだ、名前で呼ばれすらしなかったんだよ赤谷の時はそら付き合えねえわな。だっていきなりだし。俺がそう決めたからだ。それじゃ不服か。日吉の俺様加減もなかなか大概だぜ。もう後部がいるからちょっと目立たない感じあるけど、日吉とかムカヒも結構俺様だよね。理由になってない。説明する気はないねいいよな。お、名前で呼ばれた。名前で呼ぶの恥ずかしくないのかな。恥ずかしいっていうか違和感ないのかな。そっくりの名前なんだけど。もう強引なんだから日吉君は。待て。ん？俺が名前で呼んだんだからお前も俺を名前で呼べよ。スーパー俺様だ。でも文句の多いやつだそっちが一方的に決めてくるからだろう。分かってよ若志君浸ってるそれでいい。あ、なんだか水の音が聞こえる。ああ、もうじき着くな。もしかして滝？場所はな。しかし見せたいのは滝だけじゃない。ほう、何？もう少しで着く。楽しみに待ってる。え、うん。虹だ。お、すごい。わ、すごい。こんなに綺麗な虹、初めて見た。なかなかのもんだろ。この時間にこの場所に来ないと見ることはできない。ちょっとかぶってるんすよね虹にかぶってるんすよ若志さんが。もうちょっと、もうちょっと右に行くかしゃがむかしていただけるとありがたいんすけど。虹が近くに見えるよ。気に入ったみたいだな。うん、私に見せたかったものってこれだったんだね。まあそういうことだ。んー、ならもうちょっとどっちかにこうはけていただけると。ありがとう若志くん照れてる。あれ若志くん、もしかして照れてる？え、急に孫、ね、そのお前の今の顔が可愛かったんだよ。だからだ。やる、言うじゃない。 あのありがとう。まあでもあの6人の輪の中でお前一人ぐらい守ってやるみたいなことをさらっと言い放ったからな。ああ、もうだいぶ若志の中では意識が変わってるからね。もう若子に影響されつつある。そのもうちょっと虹を眺めてていい？ああ、だったらこっちの方がよく見えるぜこっちの方が。君がどいてくれれば十分だと思うんだよな。あ、危ないからな。手はつないどかないと、ね、その顔やめろやおお、出た出た。
ええ何これ何これえ宇宙空間に誘われたけど、おお無事マックス、いやマックス行ったね、もう一気に昼よ、いや滝で虹を見るデート最高だった。今日の午後からの探索は一切中止燃料と食料、水の調達だけとする。手塚の圧すごいな。ここでの生活ももう5日目になる。みんな慣れない生活でストレスも溜まっていると思う、うん、結構慣れましたけどね。そこで今日は無理をせず、この合宿所近辺で体を休め、明日からに備えてもらいたい。うん、うん、疲労とストレスの蓄積は確かに認められるならばここは俺の特性努力。いらないいらない、いやでもいらないいらないって言ってもサバイバル中だからそうも言ってられないっていうやつが一人ぐらい出てきてもおかしくないけどな。ちょい待ちいいのいい、それはダメだって、まあ、疲労回復の前に死ぬ可能性もあるけどね。いくら乾先輩の提案でも、うん、そればっかりは飲めないですサバイバルでも無理というね。残念だ今回に限り作業スケジュールはなし、各自の判断で調達を行ってくれ。以上だ。了解です。じゃあ各自の判断で調達を行っちゃおうかな。各自の判断でね、調達を。あ、広場一択来たな。来たぜ。それはそうでしょ、一緒に行くって言い出したの私だし。なかなかいい度胸じゃないか、褒めてやるよ。すぐ上からの目線になる。さ、行くぞ。でも他の人たちは全員で移動したら目立つからね。吊り橋の前で待ち合わせだ。結構混んでんだよな手が。なるほど。後ろで文太が見てたよ。これで全員揃いましたね。おお揃ったか。準備は万全ですか。向かいはね。怖いよ。大丈夫です、つけろですを。では行きましょうか。ジェントルマン舐められてんぞ、ジェントルマンすぎて。ここか。日吉好きそう、こういうとこ。確かに見るからに怪しげ。カイドウ本当よく来れたね。思ったより大きな屋敷ですね。人数がいてよかった。本当に入るの？当然行くよ。ああもうここからはもう赤屋ルートの洋館シーンと一緒かな、大体。薄暗いな。中は結構ガタが来てるから気をつけろよ。あっ、泥いし埃っぽい。ほらあそこのテーブル、一緒だな。掃除してあるだろ。本当だ、確かにこいつは怪しい。まあ気になる人はね、赤屋動画を見ていただければというところではあるんだけど、釘で打ちつけられた。まあ、こっちでもさすがに飛ばしはしないけどね。みんなでこじ開けましょう。こじ開ける。メリメリ言ってるけど。さてさて、鬼が出るか蛇が出るか。 あんまり怖いこと言わないでよ。行くよお構いなしお構いなし、もううるせえと言わんばかりの。黙ってさっさと行けと。龍馬はスパルタだな。うわ真っ暗。今懐中電灯をつけます。おお結構広いな。部屋も多そうだ。こいつは慎重に調べないとね。そうだね。なんかギシギシ言ってる。床もだいぶ古いようですね。床を踏み抜かないように気をつけてください。そんなこと言われても。そこのドア怪しくね。妙にでかいし。ああ確かにな。
開けてみるか。気をつけてね。ここベッドルームかな。でっけえクローゼットもあるぜ。人が隠れてたりしてな。あれなんかちょっと違うかも。あれ赤やんときとなんか赤やんときこんなんじゃなかった気がすんな。まあでもそもそも今回は日用紙にぴったりくっついていくわけだから微妙にやっぱそこら辺変わんのかな。脅かせないでよ。おっとすまねえな。こっちに浴室があるぞ。水は出るか。どうした日吉、どうした。どうしたどうしたどうした。おおカイドウ。いや赤サビの水が出てきて。怖え。赤い水、赤い氷。どうせシャワーから血でも出てきたと思ってビビったんだろう。まったくそんなことでは。ちょっとハードルってか求めるレベル高すぎませんかね。驚くでしょう。マジか。だめぜ。赤谷はおちょくってるだけでしょうね。その便乗して赤谷でも、でも絶対驚いてると思う。ここにも何もないようですね。何もないっつってもその赤い水はもうノーカウントなんだな。あれさっきはクローゼット閉まってなかった。そうだっけ。気のせいかな。では次の部屋に行きましょう。気のせいってことですね。まあ気のせいじゃないんだろうけど応接間ですね。わざわざ言うってことは人の気配はなしか。なあこうやって一部屋ずつ調べていっても拉致が開かねえし、いっそのこと。いっそのこと。し、うん？なんだよ越前龍馬。フルネーム。何か聞こえる。うん？聞こえるって何か？うん？なんか引っかく音みてえだな。引っかくですか？急に敬語。何の音？調べてみりゃわかる。ああそうですね。なんだここだ。よし開けるぞ。カイドウだいぶ勇気あるね。鍵がかかってやがる。突き破るぞ。マジか。おい一撃。あ音が止んだ。ほう客室のようだね。窓が開いているな。風で窓が音を立てていただけじゃないか。まったく紛らわしいんだよな。誰か出てったんじゃねえの。なんだ驚かせやがって。窓閉めておくぜ。いやこれで驚くんだったらやっぱ赤い水で驚くでしょ。他の部屋も調べる。そうだな一応調べておこう。うん、特に怪しいところもないっすね。2階以外の部屋はあらかた調べましたがどうします。2階の床は危険です。やめておきましょう。それにこれから一雨来そうです。はあ、雨が降る前に合宿所へ戻った方がいいでしょう。うーんなるほど。じゃあ引き上げか。え引き上げか。そうだな戻るか。ああ雨降り出しちまったぜ。もう降ってんじゃん。雨に濡れるのは嫌だな。どうせいつもの通り雨だろ。止むまでここで雨宿りしよう。なるほどね。いいんじゃない。本格的に降り出しましたね。風も出てきたようですし、しばらく足止めされそうです。うん遠くで雷も鳴ってますよ。どこへ行く。トイレ。龍馬は早めに戻ってきてください。ウィス。カイドウは一人で行けるかな。怪しげな洋館と聞いてついてきてみたらただの廃屋じゃないか。臆病風に吹かれたんじゃないか。
そんなこと言わなくてもいいでしょう。な、てめえ喧嘩売ってんのか。臆病風に吹かれてんのはてめえの方だろ。赤山も切れすぎでしょ。桐原くん、日吉くん、やめたまえ。どこか部屋の窓が開いたみてえだな。イブ、お前閉めてこいよ。パシリ、パシリ。なんで俺なんだよ。扉の近くにいたからって理由だろうけど、理不尽だよ。じゃあ理不尽じゃねえじゃねえかよ。こういうことは1年の1年にさせりゃいいんだ。まあ何でもかんでも1年を使おうとすんな。たくイブは結局この屋敷には誰もいないようですね。テーブルの埃も風で吹き飛んだだけじゃないのか。人の気配もないし、誰かいるんならその痕跡があるはずだろ。その痕跡がその埃だっつってんだろ。海側のグループの人が先に見つけて机の上の埃を取ったとか考えられませんか。ありえないことではないですが、ちょっと不自然な点があります。なんすか、不自然な点。先ほどカイドウ君が突き破った扉、内側から鍵をかけられていませんでしたか。そうですね。それはどういうことだ。うん、確証は持てませんが、この屋敷は誰か。ああ、そういうことね。ということです。うん、先生方ではないですか。それは分かりません。先生方ならば、先生方、すでに私たちと接触していると思いませんか。先生方かね。そうですね。ほら見ろ、俺の言ってた通り怪しげな洋館じゃないか。怪しげであることはもう間違いないからね。まだ決まったわけじゃない。どうあってほしいんだよお前は。若志君も桐原君も、もうやめてよ。イブと越前がまだ戻ってきてね。探しに行った方がいいんじゃねえのか。探しに行くにしても個人行動は慎むべきですね。カイドウ君、桐原君はイブ君の捜索をお願いします。捜索中にイブ君と越前君が戻ってくる可能性もあるので、私たちはここで待機します。ああ、素晴らしいチームプレー。カイドウ君と桐原君が戻り次第越前君の捜索に行きましょう。了解です。わかった。じゃ行ってくるぜ。行ってらっしゃい。気をつけろよ若志君。なんだよ、怖いのか。怖いよ。イブ君と越前君のことが心配で。なこと言ったらまた焼かれんぞ。心配するな、あの二人なら大丈夫だ。あ、そういう感じじゃなかった。いけ、ただの雷だ、いちいち驚く。え、びっくりして。平石に落雷したようですね。ほう、おっと、てめえ、なんだなんだ、今のはカイドウ君と桐原君の声。かなり遠くから聞こえてきた。2階からかな。行ってみましょう。行ってみましょう。何なのこの屋敷は。何かあるな、ここには。キャッ。よく転ぶな。大丈夫か。お、とっさに名前で呼ぶレベルに成長している。で、大丈夫、転んだだけ。手を出せ、引っ張ってやるよ。あら、男若し。あ、うん、若子が同じ声でも気にしない。ここ上がれば。階段が。いや、牛さん、心配は無用です。私はなんだこれ。家進みます。ヒロシかっこいい。ヒロシ君は彼女を連れて屋敷から脱出してください。え、何その、え、何その少年漫画みたいな。しかし、あ、これ少年漫画だ。あ
あなたには彼女を無事合宿所へ連れて帰る役目があります。ワンピースみたいな感じね。助けを呼んできてください。私は桐原君たちと合流してなんとか脱出してみせます。マジっすか。ではお願いしましたよ、ジェントルマン。しっかり俺の手をつかめ。何があっても俺から離れるな。行くぞ。おお、行くぜ。え、マジか。野獣さんが言ってたように、この屋敷にはやっぱり人がいるのかな。多分ね。しかも俺たちを快く思ってない連中だ。確かにね。あまり時間をかけるとみんなの身に危険が及ぶかもしれない。え、早く合宿所へ戻って助けを呼んでこないと取り返しのつかないことになりそうだ。そうよね、急ぐ。この奥の広間を抜けたら玄関だな。ああ、マジか。なんで燃えてんの、なんで火事なのよ。え、もう雰囲気がもう劇場版コナンだけど。いや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 、え、なんで火事に。さっきの落雷で火がついたから、もう後戻りはできないな。突っ走るぞ。いや、コナンの雰囲気出てきたよ。だ、大丈夫。何？何？どうしたの？あかねえ、閉じ込められた。マジで死んじゃうじゃん。え？ち、ドアをぶち破る。下がってろ。ああ、え、うん。かな。でや。でや。初めて聞いたわ。え、ぶち破れたの？すげえ。うっ。若し君。